はようございます。青空も見えますけれども、非常に雲の多い朝となっています。実は雨も降っています。今日10月17日は貯蓄の日ということです。貯蓄、お金をね、しっかりと計画を持って貯めていくということもとても大事ですよね。そして同時に何のために貯めるか、お金を生きた使い方をしていくというのも非常に大切だと思います。お金の使い方というのはその人が現れますよね。ということで、私もですね、本当に素敵なお金の使い方ができるようになっていきたいと思います。それでは皆さん、今日も一日、充実した時間をお過ごしください。いってらっしゃいませ。